シーチャリオットは、日本の競争場。チャリオットは、戦車の意。2004年9月24日の新馬戦でデビューし、勝利。続く、平和賞も勝利するが、全日本二歳優秀でプライドキムに敗れ初めて土が、つく。年明け後、準重賞の熊取賞、続く、京浜坂月に勝利し、勢いに乗って、南関東 G1 の羽田坂月、東京ダービーを連覇し、 二冠を達成し、その圧倒的なパフォーマンスから JDD 参戦予定だった中央所属、金引きりとの一騎打ちを期待されていた。しかし東京ダービー後骨折を発症し、ジャパンダートダービーへの出走を断念、三冠の夢は絶たれた。復帰後初戦は、京成坂月グランドマイラーズ。しかし結果は四着。次走は、 東京大賞天であったが、主戦の内田博之がアジュディ・ミツオーに騎場するため、デビュー以来初めて安城が、佐藤隆に乗り換わる。レースは道中は中断を追走し、第4コーナー付近で一度は3番手まで上がるも、このレースで連覇を果たしたアジュディ・ミツオーに歯が立たず、シーキング・ザ・ダイヤ、タイム・パラドックス、ベラージオラ・ JRA 所属の競争馬にも、立ち打ちできず発着と大敗した。 ナーグランプリ2005サラブレット3歳最優秀馬、受賞。その後再び故障で、長期休養に入る。復帰戦は1年後の房の国オープンとなったが5着に、敗れた。その後安城が、戸崎慶太に代わって、呉れの大一番、東京大賞店に挑むが9着に敗れた。2007年は放置グランプリカップから始動。しかし道具マヤのプライドキムに敗れ2着となった。 その後、JRA のマーチステークスに出走。しかし14着と大敗した。その後、大井記念では11着に敗れるものの、担当級務員の変更、馬体の作り直しが功を奏し、帝王賞で6着に入選。復活の気配を見せた。9月24日の日本テレビ杯月4着の後、9月26日に、立東トレーニングセンター、中竹和也9社に、 天馬屋することが発表され、9月28日に地方競馬登録を抹消し、9月30日、立党に入級した。天馬屋後は、ダーレージャパンファームの所有馬となった。しかし、ダーレージャパンファームは、中央競馬の場所登録を抹消したため、中央未出走のまま11月29日付で、中央競馬の競争馬登録を抹消した。2008年1月に、 古巣の船橋、川島正幸急舎に戻り、4月9日の多い、マイルグランプリに出走したが7着だった。その後、1年2ヶ月休養し、2009年6月10日の、房の国オープンで復帰したが、7着に終わった。続く、ゴールドカップとサンターニタトロフィーでは共に7着に、敗れた。8月26日のアフターゴスターショーの11着を、最後に現役を引退した。 引退後に去勢され、2013年現在、東京都八王子市の八王子乗馬クラブで乗馬として、繋ぎをされている。ありがとうございます。